はい、それでは一組のカードがあります、このバラバラのカード見てください。はい、バラバラです。はい、はい、一組のカードを使ってですね、カードを一枚選んでもらうんですけども、普通に抜いてもらうんではなくてね、心の中で選んでもらいたいんです。はい、ただ選ぶ場所を決めたいから好きなところからカットしてください。はい、ここからでいいですか。はい、そうしましたら1枚ずつ見せていきますので、どれでもいいですか、好きなカードを心で決めてください。ゆっくりいきますよ。はい、覚えました、はい、はい、これは忘れないでくださいね。はい、はい、そうしましたらですね、今からカードを、特定したいんですけど、このままですと例えばどのカードをどう覚えたかということが全く証拠にも何も残りませんから、まずカードを持っていただいて、はい、はい、いいですか。カードを広げて、自分のカードがどこにあるかをカメラに見せてください。一応場所だけでいいですから。終わりました。はい、大丈夫ですか。はい、はい、そしてそのカードはよく切り混ぜても結構です。あ、そのままもう持ってていただいても結構です。私一切返さないで、返さないで、はい、いいです。持ってるから、はいはい、そうですね。じゃあ私はもう一組カードを使います。これもバラバラのカードです。見てください、もう完全なバラバラのカードですね。はい、じゃあこのカードの中からそのカードを特定しましょう。ですね、行ってみたいと思います。イメージしてくださいね、イメージね、カードね。はい、ん、はい、多分間違いないと思います。これ一組のカードを好きなとこからカットして、その中で心の中だけで覚えてもらいました。カードはもちろん返してもらってませんし、このカードは手がありません。ですから私は別のカードを使いました。選んだカード何でした、ズバリ言ってください。ハートの3。ハートの3、間違いありませんね。ハートの3です。はい、カードが当たっていることを確認してください。